ではアルコールインクアウトを押さえていきます。インクアカっぽいオレンジ久しぶりだからやり方はちょっとした。あ、ちょっと赤の割合が高かったですね。でなんかね、何個か作って一番いい感じのを使おうと思います。はい、とりあえずこんな感じ。今回ねベースに使うのがこういう感じの素材は何なのかよくわかんないんですけど、丸い板みたいなやつなので、これにアルコールインクアウトを貼るんですけど、うちの色がねこのまんまだと格好悪いので何色にしようかなと思ったんだけど、とりあえずね白に塗装しておけば間違いないかなと思うので塗っていきます。あーでも塗ってて思ったけどこれゴールドの方がいいかな。やっぱりね、これにします。アイアンペイント、そしたら今度はこの丸の形にカットしていきます。どこを使うかをね決めないといけないんだけど、この適当にこの辺にカットして、あ、いいんじゃない。はい、この位置で切っていきます。普通にハサミでいいよ。
あ、いい感じ。はい、こんな感じで丸に切ったら、さっき塗ったこの板に、貼り付けていきます。ちょっと何で貼ったらいいかわかんないので、ボンドで貼ってみます。これさ、あんまり伸びが良くないから、ちょっと心配ではありますね。白地のところ、あのポリントってネイルエナメルで溶けるっぽいから気をつけなきゃ。はい、フラッシュホロを置いていきます。ではここにレジンを流していきます。ホーム入っちゃってるので温めていきます。はい、というわけでアルコールインクアートの表面をレジでコーティングしたものが完成しました。あのね、やっぱりアルコールインクの表面をそのレジンで覆うことによってすごい表面がツヤツヤになるので相性がいいなって感じです。ただね、ちょっとオリジナリティを出しちゃってラメを入れてみたりなんかしちゃったんだけど、これはねない方が良かったなと思います。色がついてるところと髪の余白のコントラストが薄くなっちゃって、あの良さが失われてしまうので、ちょっと私のセンスだとラメは入れない方がいいなっていう感じですかね。こっちもこんな感じ、大粒のグリッターを混ぜてみたんですけど、はい、グリッターでない方が多分良かったな。でもね、あの本当にコーティングすると格段に仕上がりのレベルが上がるのでめっちゃいいと思います。これただの板なので裏側にもちょっと柄違いのものとかを合わせたりすると気分で変えられたりしていいんじゃないかなと思うので、ちょっと今回はね時間がなかったのでしないんですけど、裏表にしようかなと思います。で今ね結構大きめのサイズ感のもので作ってる途中のやつが4個ぐらいあって、それが全然終わらないので、結構ねこういう小さめのものを作るのが続いてるっていう感じなんですけど、ポーリングアートも絵の具が届いたらしていきたいと思います。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。